アンディ・キャロールは、イングランド、タイムアンドウィア、ゲイツヘッド出身のサッカー選手。元イングランド代表。イングランドにブレディング FC 所属。ポジションは FW。ニューカッスル・ユナイテッド2005年に、ニューカッスル・ユナイテッド FC のユースチームでキャリアをスタートさせ、2006年にトップチームに昇格した。17歳と300日で、 UEFA カップの US チッタディパレルモ戦でデビュー。ニューカッスルの選手史上最年少のトップチームデビューであった。2007年にはプレストンノースエンド FC にレンタル移籍した。翌2008から09シーズンにニューカッスルへ復帰するも主にリザーブチームでのプレーが中心だった。このシーズンチームはフットボールリーグチャンピオンシップへ降格し、 マイケル・オーウェン、オバフェミ・マルティンス、マーク・ビドカといった、当時の主力フォワードが移籍これを境に、2009から10シーズンからは、ショラ、アメオビア・ペーター・レーベン・クランズとコインビを、組レギュラーとしてプレーチャンピオンズ・シップ優勝の立役者となり、自身も17得点と大暴れした。2010から11シーズンからは、ニューカッスルのレジェンド、アラン・シアラーがつけた背番号。 9をつけることとなり、2010年10月には、新たに2015年までの5年契約を結んだ。プレミアリーグに昇格しても、その得点力は通用し、前半戦だけで得点ランク3位の11得点を上げた。リバプール2011年1月31日に、チェルシー FC に移籍した。 フェルナンド・トーレスと入れ替わるようにして、リバプール FC に、イギリス人選手として、最高額、またすべてのサッカー選手のうち史上8番目に高い、移籍金3500万ポンドで移籍した。移籍前から負傷しており、怪我のためデビューは遅れたが、3月6日の、マンチェスター・ユナイテッド FC 戦において、後半途中から出場し、デビューを果たした。 4月11日のマンチェスターシティ FC 戦では、移籍後初ゴールを含む2得点を挙げ、チームの勝利に貢献した。ウエストハムユナイテッド2012年8月31日、ウエストハムユナイテッド FC へ、レンタル移籍。2013年6月19日、ウエストハムへ6年契約で完全移籍。2016年4月9日アーセナル戦では、 ハットトリックを達成した。2016年4月20日のワットフォード戦で、自身初のプレミアリーグ3試合連続ゴールを記録した。2017年1月14日のクリスタルパレス戦で、バイシクルシュートを決め勝利に貢献。このゴールが、プレミアリーグ1月の最優秀ゴールに選ばれた。2017年4月1日の春戦で、プレミアリーグ50得点を達成した。 ニューカッスル・ユナイテッド2019年8月8日、ニューカッスル・ユナイテッド FC と1年契約を結び、8年半ぶりの復帰となった。2019から20シーズンはノーゴールに終わり、2021年1月3日のレスター戦でようやく復帰後初ゴールを決めた。2007年にベラルーシ戦で U-19 イングランド代表デビューし、デビュー戦でゴールを挙げた。 U-21 イングランド代表にも選出され、マケドニア戦で2ゴールを挙げている。2010年には、イングランドの A 代表に、飛び級で選出され、11月17日のフランスとの、親善試合で A 代表デビューを果たした。代表2試合目となった2011年3月29日の、ガーナ戦で、代表初ゴールを挙げた。 2012年のヨーロッパ選手権のメンバーに選ばれ、スウェーデン戦でヘディングによる先制点を決めた。プレースタイルの掃除からニューカッスルのレジェンドであるアランシアラーと比較される。古典的な9番のセンターフォワードで強靭なフィジカル、左足での強力なシュート、絶対的なヘディングの強さを合わせ持っている。ボールのキープもうまい。しかし足元のプレーは苦手としている。 ケビン・キーガンは私が今まで見てきた選手でも3本の指に入ると絶賛している。プレミアリーグで最も魅力的なストライカーであると対戦した監督から称賛されることも少なくない。入滑するユナイテッド FC 所属時代ピッチ外では問題児として知られている。2007年 U-19 イングランド代表の遠征で外出禁止令を破って 遊びに出ていたため、自宅に強制送還されている。また、クラブでのトレーニング中に、チームメイトのシャルルヌゾクビアが、後方から危険なタックルをしてきたと怒り、特っくみ愛の喧嘩を起こした。2009年12月にはナイトクラブで、キャロルの隣にいた男女が口論を始め、男が女性に、 グラスの水を浴びせたため、その男の顔にグラスを叩きつけ、騒動を起こし1000ポンドの罰金刑を受けた。2010年3月には、スティーブン・テイラーと練習前に殴り合いの喧嘩を起こし、手を痛め全治2週間の怪我を負った。一部のメディアでは、女性問題が絡んでいると見ており、テイラーがキャロルの恋人に手を出したのではないかと噂されている。 怪我の治療期間中、手に包帯をして、元気に50セントのライブではしゃいでいるところを、取られている。また、以前のガールフレンドに暴力を振るったとして、逮捕されたが、キャロルが、他の女性といるところを目撃して、元ガールフレンドが暴れたゆえの正当防衛であると、判断され首相であるケビン・ノーランと同居することを、条件に保釈された。 しかし同居中、ノーランの家にあった、キャロルの車が燃やされてしまい、ノーラン宅の車庫には、卑猥な言葉が落書きされていた。また、出身がほど近いシェリールコールのファンであり、ジョーディーの女の子が好きなんだ。もし、彼女とディナーできたら、俺が彼女に見合う男だって証明する自信があるよ、とコメントしている。なお、独身であるが、以前のガールフレンドとの間に、 2009年9月に生まれた娘が一人いる。ありがとうございます。